最上義明は討ち取った武将の首を一週間煮込んだ伊達政宗は豊臣秀吉の猿を借りると毎日鞭打ちで調教した織田信長は父の葬儀の際に遺廃に向かって真っ向を投げた徳川家康は若い頃は熟女好き二人の妻以外に二十人の愛人がいたしかし 十代になると10代の女の子が好きになる。真田幸村は関ヶ原の戦いに負けて流罪になり14年間ニート生活をしていた。